いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします元 m l b 通算3000 3 0 0 0脱三振越えの大投手が大谷翔平と神様、ルースの比較に難色、比較は嫌いだねと断じた理由はオフも話題にことかかない二刀流スターに米球界のレジェンドも惨事を惜しまないコンオフにエンゼルスからフリーエージェントとなった大谷翔平は 熾烈を極めた争奪戦の末にドジャースへ移籍10年総額7億ドル約1 1 5億円というプロスポーツ史上最高額の超巨額契約を締結した名実ともにスポーツ界で最高のアスリートとなった大谷は野球の本場であるアメリカ国内でも水前の的だ米ポッドキャスト番組「コネクト・ザ・ドッツ」に出演した元ヤンキースの CC サバシア氏は翔平大谷は史上最高の野球選手だ これに関しては議論の余地なんかないと断言しているもっともサバシア氏は以前から大谷に惚れ込んできたメジャー球界屈指の剛腕として2000年代に活躍し MLB キャリア19年間で通算251勝3093奪三振した名投手は当然ながらメジャーリーグで戦う難しさも熟知している故に二刀流という異次元の挑戦を続ける日本のスターを地球上で最高なんだと褒めちぎってきた 今回のポッドキャスト番組内でサバシア氏は二刀流という共通点がある往年の代打者ベーブ・ルースと大谷の比較論にも「ルースと比べるのは嫌いだ」ときっぱり彼のいた時代真に才能ある選手たちのリーグは別にあったんだと訴えている今の選手たちは俺たちのいた時代を含めた他のどの時期よりも選手が優れている時期にプレーしている彼らはよりタフに投げよりタフに打っているそして その中で大谷は誰よりも最高なんだだからこそ俺はルースとの比較は好きじゃないんだ百戦錬磨の名投手をして彼がやっていることをできる選手がこの先に現れるとは思えないと言わしめる大谷やはり10年7億ドルのメガマネーを生み出した二刀流は半端じゃないケリーは実った愛妻の勧誘に興奮していたドジャースのマイケル・グローブ投手が明かす大谷翔平獲得の瞬間コンオフ FA 史上で最大の注目を集めていた大谷翔平投手はドジャースに移籍した。米メディア「ドジャーブルー」に出演したドジャースの先発右腕マイケル・グローブ投手はチームの盛り上がりさらに背番号17を譲ったジョー・ケリー投手の興奮ぶりを明かした。同番組の司会を務めるジェフ・スピゲル氏から大谷の挙手を追っていたか聞かれたグローブは実際に契約が発表されるまでそこまで深く追っていなかったよ。でも。 大谷がドジャース入団を発表して私たちはグループチャットで楽しんだよ。間違いなくクレイジーな FA だったねと当時を振り返った。ドジャースのグループチャットについては全員が興奮していたと思うよ。メディアもサーカスのように大盛り上がりすると思うし大谷はすごい活気をもたらしてくれるだろう。チームに加わってくれて私たちは間違いなく興奮しているよ。さらにジョー・ケリーほど盛り上がっている選手はいないと思う。 大谷が契約を発表した瞬間ジョーはとても興奮していたとケリーの様子を口にしたケリーといえば妻アシュリーさんが熱烈歓迎動画を自身のインスタグラムにアップし大谷の加入が決まると大喜び背番号17を譲ったお礼に高級車ポルシェを贈呈されたことで一躍有名になったそれだけにグローブは翔平は自分がつけている背番号78を希望してくれると期待していたんだけどね17だったね アシュリーはうまくいったねと冗談を言いながら笑顔を見せていた大谷翔平ら MVP トリオを支える4番の重責大谷翔平投手が加入したドジャースのデーブ・ロバーツ監督は2024年シーズンムーキー・ベッツ外野手フレディ・フリーマン内野手との MVP トリオを1番から3番まで並べる構想を明かしている。 スーパースター3人の後を担うと見られるのがウィル・スミス保守だ MLB 公式サイトは3人との勝負を避けたチームに代償を払わせるのが彼の役目とその存在に注目している3月28日に29歳の誕生日を迎えるスミスは2016年ドラフト1巡目でドジャースに入団2019年にメジャーデビューし 2023年シーズンは主に3番を任されて126試合で打率2割6分1厘19本塁打 OPS797 をマークした記事はここ数年のメジャー屈指の保守で昨季ようやくオールスターに選出されたと評価する2023年シーズンのパフォーマンスについては前半戦は恐ろしい脳震盪の状況と戦いながらも13本塁打で OPS は保守の中では上位の890だった 後半戦は肋骨の怪我が長引き打撃成績が急降下ラスト60試合では6本塁打で5 3三振を喫したとした上で厳しかった後半戦がシーズン全体の数字に影響を与えたものの彼がドジャースに与えたインパクトは疑う余地がないと論じているスミスは昨年4月11日のジャイアンツ戦でファウルが3度顔面を直撃数日後に脳震盪の症状が出て回復まで時間を要した 記事は今期のドジャース打線に言及しスミスの状態が良い時は止められないだろうと予測打順はベッツフリーマン大谷の後の4番もしくはマックス・マンシー内野手の後の5番を打つことになりそうだとし3人のスタートの勝負を避けたチームに代償を払わせるのが彼の役目だが今年も再びその役目以上のことができると証明することを目指すと結んでいるド迫力の MVP トリオの後を任される重要なポジション。 ともに2024年シーズンの命運を握る存在だ敵軍にドジャースのウンが同情幸運を祈るよ大谷加入で超豪華打線楽しい1年になるドジャースが大谷山本といったコンオフの FA 史上トップ2を獲得し同僚も大きな期待を寄せている米メディア「ドジャース・ネーション」の番組に出演した JP ・フェイエレイセン投手は「興奮」という単語だけでは言い表せない気持ちだ。 と胸が踊っているようだフェイエレイセンは2022年にレイズで22試合に登板し4勝0敗防御率0.00と好成績をマークしかし右肩手術の影響で同年オフにドジャースに移籍し昨季は登板がなかったチームは大谷山本のほかにもグラスノーやマーゴをトレードで獲得2020年以来となる世界一へ着々と戦力を整えている。 フェイエレ戦はこのメンバーで戦えることは信じられないような気分だほとんどのチームでは MVP を獲得するような選手が1人もいないというのにうちのチームには3人いるんだエキサイティングなシーズンになるよスター選手をバックに戦えることは興奮するねとシーズンを待ちわびていたチームはスーパースターがずらり日米のメディアを中心に大きな注目を浴びるシーズンになることは間違いない最高だよ 自分の仕事さえすれば誰も私に関する質問をしてこないだろう聞かれるのは翔平山本フリーマンやベッツについての感想だけだよわら僕は彼らはアンビリバボーって答えるだけだよ打線は上位にベッツ大谷フリーマンが並ぶ豪華なラインナップが予想される彼らと対戦する投手には幸運を祈るよわら彼らの打席を見れるから 楽しい1年になるだだろうと終始笑顔だった大谷翔平なら天文学的金額でも元が取れるグラスノーが予想7億ドル契約の付加価値ロジャースが大谷翔平投手に費やした10年7億ドルの契約は北米プロスポーツ史上最高額となった大きな出費にも見えるが新たに同僚となったタイラー・グラスノー投手は彼の契約である7億ドル分を10年のうちに元を取ると思うと推測した。 グラスノーは YouTube 番組に出演し元カージナルスの MLB アナリストゼイビアス・クラックス氏と対談した当初大谷の契約は5億ドルから6億ドルとも言われていたグラスノーも1年前の話だったと思うんだけど周りの人たちと一緒に彼の契約を予想していたんだ多すぎるかもしれないって議論していたんだと話していた結果的にはその予想すら上回る総額7億ドルの契約ただグラスノーは でもよく考えてみると彼はロサンゼルスの市場にもたらす力があるロサンゼルスにはたくさんの日本人が住んでいると分析したドジャースにとっても潜在的な収入とメジャー歴代最高の選手を獲得できるんだから獲得を迷わなかっただろうと振り返った大谷はドジャースの他にブルージェイズやジャイアンツも移籍先の候補として挙がっていたグラスノーは彼はすでに米国と日本市場を獲得しているので カナダ市場も取り込むアイデアもいいと思ったとブルージェイズ入りが新たな市場発掘につながるも語ったしかしロサンゼルスの方が合っていたと思う他にも大物の選手とプレーできることはとんでもないチャンスだと強豪チームドジャースに加入したことを喜んだ大谷翔平の規格外な100万ドルの寄付金に A ・老舗氏が異例の注目能登半島地震の被災者に寄り添う声明に感服 彼は行方不明者の救出と被災地の復興を願っている大谷翔平は個人的にも寄付母国への桁違いな支援額の反響が止まらないロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が1月5日日本時間6日自身の公式インスタグラムを更新令和6年能登半島地震について言及した大谷はインスタの文面に令和6年能登半島地震による被災地支援のためこの度 ドジャースと共同で寄付をいたします復興活動に参加してくださった方々に感謝するとともに「今後も私たちが団結していき被災された方々を支援していきたいと願っています」「行方不明者の早期発見と被災地域の復興を心より願っていますと綴」とつづり球団と共同して被災地への継続的な支援を誓ったドジャースとの共同寄付はなんと100万ドル約1億4500万円という個人の寄付金としては異例な額だが 日本に大きな爪痕を残した震災に心を痛めた二刀流スターにとってもはや金額は関係なかった野球界の枠を超える大谷の一流の振る舞いには英国の老舗メディアも驚きを隠せないでいる1896年創刊の大衆日刊誌「デイリー・メール」の電子版はシ平大谷とロサンゼルス・ドジャースは元日に発生した能登半島地震の被災者に100万ドル以上を寄付するとセンセーショナルな見出しで報じた。 同志はまず大谷が昨年12月にドジャースと北米プロスポーツ史上最高額となる10年総額7億ドルの超大型契約を交わしたことを説明リオネル・メッシクリスティアーノ・ロナウドラサッカー界のスーパースターと肩を並べるほどの日本人が巨大地震による壊滅的な被害に遭った石川県とその周辺地域への支援に立ち上がった姿に注目野球界のスーパースターの行動に敬意を表している続けて 大谷の個人的な寄付はプレスリリースでは明らかにされていないがドジャースと球団を所有するグッケンハイム・ベースボール社は100万ドルを被災地に寄付する日本では瓦礫の中から生存者を救出する作業が続いていると記し地震のため連絡が取れなくなっている安否不明者の捜索活動が今現在も続いていることを強調している加えて地震によって石川県輪島市では大規模な火災が発生し 他の地域では津波や土砂崩れも発生したいくつかのルートが寸断され水食料毛布医薬品がまだ届いていない地域について心配が高まっていると指摘し震災の深刻さを写真と映像を加えながら伝えたデイリーメールは大谷が被災地支援を表明したインスタの文面を引用しながら日本の石川県で100人以上の死者を出した災害について大谷は語った彼の願いは「 生活を根底から覆された人々を支援するため私たちは団結し続けることが大切です」と宣言した「行方不明者の一刻も早い救出と被災地の復興を大谷は願っている」と紹介し能登半島地域を中心に寄付を行う異彩の振る舞いに感服している昨年11月には「野球しようぜ」というシンプルなサインを綴った画像を添えて「 日本国内の小学校に約6万個のグローブを寄贈する前代未聞の慈善活動で世界を驚かせた大谷球界のスーパースターが発信した被災地に寄り添うメッセージと立派な行動力は海外からも大きな注目の的となっている大谷翔平に賞賛続出大谷の続く社会貢献に X 上ではこの姿勢にさまざまな声が上がった大谷翔平さんはお金を中心に生きてる人ではない 今回の寄付は日本を間違いなく救うだろう大谷さんありがとう彼はお金の正しい使い方さえマスターしている本当に日本人の誇りお金持っているからとか自慢のために動いたわけじゃない自分のことよりも相手のために思って考えて動いたんですよねマジでこの人のお金の使い方には尊敬しかない米メディアにはドジャースと10年7億ドルで契約した大谷 その行動に影響される人も多いようで、大谷翔平選手がかっこよすぎて、お金に余裕があるわけではないけど少しでも寄付しようってなるよね、という声も、社会的な影響力で援助の輪がさらに広がりそうだ。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。